こんにちは、ハスラーノリメルのドライブログです。長野県飯田市の国道153号256号を走っています。今回は気象庁が長野県飯田市高葉町に設置しています気象観測所、飯田特別地域気象観測所、通称アメダス飯田。こちらを訪問していきます。おや、危ない。自社の後ろに後続車がいないので、そんなに無理して出てこなくても。気を取り直してアメダス飯田に向かいます。大井交差点を左折し、長野県道15号支線へ入っていきます。そろそろ目的地に到着しますが、現地は車を止める場所がありませんので、乗車したまま撮影を行っていきます。ここに観測点があります。フェンスがあるため観測機器が見えづらいですね。
ください。手を伸ばして撮影しましたが、観測機器は見えづらいですね。飯田高葉合同庁舎の屋上に日照計が設置されています。日照計の横に風向風速計があります。現地には観測点を示す表示は全くありません。飯田特別地域気象観測所を後にします。ところで現在の観測地点は平成14年5月に設置されたものです。それまで観測地点は飯田市東栄町にありました。観測地点は資料館として残されていますので、今からその資料館へ向かいます。ここは飯田駅を東に進み、国道151号256号を走ったところです。左側に旧測候所へ向かうための道が見えてきます。ここを左に登っていきます。結構急な登り坂です。旧測候所の資料館はここを右後ろです。角度的に右折できそうにありませんので、どこかで展開してきます。先ほど登ってきた坂はこちらです。旧測候所の資料館はこの先にあります。旧飯田測候所の表示があります。測候所の建物が見えてきました。それでは中に入っていきたいと思います。旧測候所の裏側はこんな感じです。それでは中に入っていきたいと思います。
量計があります。このような仕組みで雨量を観測するようです。傾きが入れ替わるたびにカチッと音がします。1回くらい稼働中の観測機器でカチポン聞いてみたいですね。資料館の通路はこんな感じです。旧測候所の外観はこんな感じです。こちらは測風筒です。ここは旧測候所時代の観測機器が置かれていた広場です。それでは旧測候所の資料館とはお別れしていきます。資料館には気圧計や風速計も展示されていますので、観測機器に興味がある場合は訪問されることをお勧めします。それでは動画はこの辺りで一区切りとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。